アソシアソン、シャペコエンセジフチボを通称、シャペコエンセは、ブラジルサンタカタリーナ州シャペコを本拠地とするカンピオナートブラジレーロに加盟するサッカークラブである。マスコットはインディオである。1973年創設。当時シャペコには、アトレチコシャペコエンセとインデペンデンテという二つの大きなクラブが存在した。1977年。 カンピオナーとカタリ年世決勝で、アバイ FC を1から0で下し初優勝。これが、クラブ初のタイトルである。1978年にカンピオナーとブラジレーロ、セリエ A 初昇格。昇格者年度は51位、翌年は93位でシーズンを終えた。2007年、終戦試験で3度目の優勝を達成した。カンピオナーとブラジレーロセリエ C にも参加したが、 ファーストステージで敗退した。2011年には再び終戦試験で優勝した。2014年、1979年以来となるセリエ A 復帰を果たした。2016年にカイオジュニオールが監督に就任。コパスダメリカーナ2016でクラブ史上初の決勝に進出。同年11月28日午後10時頃、2日後に、 開催される予定だった決勝ファーストレグを戦うため、対戦相手のアトレティコナシオナルのホームメデジンに移動するサンタクルス・デラシエラからのチャーター・キラミア航空2933便がメデジン郊外のラウニオンの山中に墜落し、選手、首脳人ら47名が死亡した。12月6日、南米サッカー連盟は、シャペコエンセオコパス・ダメリカーナ2016の 優勝チームとし、優勝賞金200万ドルを送ることを決定した。12月16日、日本プロサッカーリーグは、駿河銀行チャンピオンシップ2017に、シャペコエンセが出場すると発表した。試合は01で敗れた。アレナコンダで応援するシャペコエンセのサポーター中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、 FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。